第2回 Q2、 1回目やったのもすぐ先日で、今週もう中1日ずつでリツさんとかやってるんですけども、リツさんも何よりベリタスさんもモチベーションがめっちゃ高くて、もう今日にでもやりましょうみたいなのが嬉しかったんで、もう今日にでもやっていくんですけども、実際そのモチベーション高いの僕らだけなんかなと思って、ちょっとタイトルも誇張して神ゲー神プレイヤーみたいな変更したらかなんかわからんけど、公式からだけいいねくれるということになりまして、公式もなんかそんな焦ってるのかなと思ったら全然焦ってないです。公式ってこれ見るとなんか僕らがいる場所が違って、なんか神ゲーとか神プレイヤーって僕言っちゃってダメやったかもしれんっていうぐらいなんか流行ってて、公式が、まあ、そもそもこうやってなんか告知してくれてるのもすごいし、なんかこういうすごそうな、VTuber つんかな、そういう人たちがめちゃくちゃしてるんですよね、こうやってなんか誇張しすぎてちょっと恥ずかしいみたいになっちゃってるんですけども、いや誇張に応えるぐらい第2回からやっていきましょうってことで、だって1回目はもう接続するだけでも30分かかって、残り30分しかない中で3人になってからは、あんだけのステージをクリアしたわけですから、なんか超難問をなんかすごい頑張ってる、すげえ解き方天才のみたいな感じなんですけれども、そこで追いつけるようになりたい、3人のポテンシャルはあると思ってますんで、いきましょう。声禁止よし。っていうか、そこを公式が見たってことですよね、これね。このいいねしてくださったこれは、神プレイヤーって書いてしまってるし、声禁止って書いてるから、もしかしたら声禁止っていうのは新たなチャレンジかもしれないんで、公式から見ても。そこをアピっていけたらなと思いますけど、皆さんとなら、本当はね、僕そんな前向きな人じゃないんですけど、皆さんとなら前向きになれると思います、こちらの記事ですね、これ。ちょっとサムネイルが見てないな。こちらの3人ですから、これを公式は絶対見てくれてるからいいねくれてたと思ったんで、ちょっともうちょっと公式にアピれたらいいなと思います。まあ、VTuber やったとしても、いますから、ベリタさんは喋ってないけど、リッツさんという、もう VTuber がいますから、こちらには。あ、来た。はい。あ、聞こえた。大丈夫ですか？大丈夫。こんばんは。全然久しぶりじゃないです。すいません。毎日のようにゲームして。そうよね、いつも。ナナペンさんっていうこともないですけどね、ライブしてるで。でも爆弾解除の時はこれしてたんですよ、一応。爆弾解除ゲームってやつでは、あ、独り言みたいなのが結構ライブしてたってことね。そうですよ、4年なんでドキドキするかちょっと面白いんですけど。2ゲーム目の凡人、十字キーキャラを選べ、十字キー、あ、うん、そうあ、ここでいいの、あ、ここでいいの、OK、OK、OK、あ、そういうこと、 OK、OK、ちなみに公式からいいねもらってますんで、これ見てます公式は。無線やマジで。公式とアキエさんしかいいねくれてないんですよ。はい、公式いいねくれて。はい、だから見てますから、これをちゃんといきますか。15、はいはい、え、何にいいね、動画にいいね、ツイッターですね、X で、はい、あ、いいね、動画のは誰かわからんので、お、何するの、察しろっつってるよ、いきなり。ベリタスさん向け、ベリタスさん向けや。操作方法めっちゃ忘れた、これ。ZL がジャン、あ、これですね、これで飛んでってもらおうと。リンさん取ってくる、コイン。オッケー。あ、ごめん、もう一回。オッケー。で、バツのとこ行きましょう。あ、そういうことね。うん。ただこれを合ってる。合ってる？合ってる。で、ね、あれが出てないんだけど、操作方法のガイドみたいなやつ、前あったよね、下に。ガイドあったっけな。ガイドってあったっけな。ガイドあった。ガイドがないから、何ボタンが掴むボタンだったか覚えてない。ああ。R、 あー、わからん、キーボードやで。ガイドあったっけな。 F がパンチか。 F がパンチ、前ガイド見んでもめちゃくちゃ動かしてたよ、リツさん。いや、ガイド見ながら動かしてたから。そう、ガイドがなくなったから わかんない。見てくる、一回タイムして。どこで見えるん、なんか出してみようかな。 F がパンチ、 F なく、あ、これだ、見えてる遊び方って、これ。うん。あれ？これか。
A と O か。A と O が能力。ね。うん。F が凡人ね。あ、OK。能力は掴むっていうのが能力だよな、凡人の。なるほどな。OK。OK。やって戻るのこれ、いつもかな。はいはいはい。で、これを上に持ってきたいんやけど。お、いった。あ、うまい。で、ここでもう、ネタさんがパンチしてくる。はい。一回落とす？ちょっと一回こう線引きますわ。はい。あー、なるほどね。ええやん。ええやん。ええやん。できる。できる子や、できる子や。できる3人や、これは。オッケー。じゃあ16いきます。何問あるんかな、これ。人が赤い円の中でボールを持った状態をキープ。だけど、ここを入れるけど。赤い。あ、だから能力使えないの？その中にいると。ってことやな、多分。あ、パンチは使えるやん。あれ？戻れ。そう。こっち側は無理ない。パンチだけか。あ、大丈夫そう？それ。なんか、こっち行ってこうか。あ、掴めてる？なんで掴めてるんだ？オッケー。あ、でも人が、人や。リッツさん、リッツさん。ここでいいの？え、持った状態やで。あ、R やった、 R っていうか、あー、OK、 特殊能力やった。はい、セカンダリーって書いてある下に。セカンダリーいきますか。あ、OK、 OKOK、 セカンダリーとアルファってどっちが先にやるもんやろ。どっちやと思います？別にどっちでもいいですか。セカンダリー OK。 知らんけど。排水、水を抜けと。ちょっと一回ここでベリタさんがまた引っかかるかどうかを。あ、もう聞こえてるんだ、この声。この声聞こえてるやん、ベリタさん。聞こえてなかったでさ、前は。これ入れるわ、入れるやん。死ぬ。入れてる。あ、でもこれ死ぬ。上にはいけそう。ベリタさんにあげてもらおう。 Thank you。 あ、倒れた。あれ、え、寝てるやん。あ、死んでる。死んだ。やっぱダメだよ。静止したんだけど。何やろこれ。水の中入っちゃダメなんや。ダメなんやな。やり直すね。取れるかな、死んだ人の。あ、取れるかな。一定時間は入れたよね。一定時間は。だから普通に押しても飛べるかな。パンチ向こうに、うん、水平に行ける。いや、あの線あるけど行く。もし海の中、海っていうか、そうか、あの真ん中の線に当たるってこと。そう、もし水入っちゃったら、あれしてきてください。あの特殊能力で引っ張ってみてください、下のやつ。はい、じゃあやってきてみてください。はい、ね、行きます。あ、やってきてみてください。後ろ行ったやん。じゃあごめん。あ、ごめん。引っ張れんかった。引っ張れてる。あ、ちょっと引っ張れ、引っ張れてるのか。引っ張れてるけど、リッツさんの死骸があった。引っ張る方向が違った。うん、上や上。自分が乗ってちゃダメっぽいね。そっちも引っ張って上。お、オッケー。あ、な、うまい、まい、まい、まい。死んだけど俺は。あ、俺も死、二人とも死んだけど、リンさん、いける？これさ、うん。ちょっと一回それ取って、で引っ張れるかな。下までいかんと無理よね、これ引っ張るの。どんだけ長い。 やばいね。自分が乗ってたからね、足元に。邪魔どうしようもで、どうしようもできん。なんか出てる画面。何この画面、なんか出てる。オンリオバーみたいなのが出てる下に。え、土台みたいなの書いて、うん、でそこの上に乗って引っ張るっていうのは無理。結構あんまりなかったっけ、ね、引っ張るやつ。頭いいわ。あんまり高いの無理よ。もうちょっと低いやつ、低めの土台のやつ書いて、こんな感じで。高くない、それだって無理じゃないんだって。
無理やなこれ。引っ張るやつがつながらんくない。そう、しかも水閉じ込めてるわ、ごめん。頭悪い。やってるわ。頭が悪。ちょっとマウスをお願いしますわ。じゃあリンさん、お、いいね、これはね、いいんじゃない、閉じこないんかな、優しいな、ね、優しい土台。あ、ダメだ、これダメだ、だってさ、乗っちゃってるもん、蹴り直してもらっていい？はいはい。あ、ごめん、めっちゃさ、この辺ぐらいから引っ張ってみる。あ、動くな。水抜けてからの方がいい。データ数いきます、せーの。あ、やべ。パンチだね。抜けた瞬間にパンチしてみます、うん、あー、メーターさんを使うな。やばい。なんすか最初のやつって。え、一番最初に抜けたやつ。お、すげえ、うまい。どこ持った、今ベリタスさん。そっか、片方から二人じゃないとダメなんかも。あー、それでやってみる。はい、手前から行きましょう、左からベリタスさん。でもさっきそれで、うん、ベリタスさん引っ張ってなかった。そうやね。しかも俺乗ってるし。あ、来た。来た。あ、けど、やばい、私も死んじゃうよ。え、でもほら、抜けてってるから、今のうちに抜けてってるね。取りに行って、これ。はい。あー、閉じたかな、あれ。大丈夫か、でも、パンチすれば。普通に引っ張った。あ、すげえ。はい。あれ、なんでこんだけでいいんや。OK。OK や。あれだね、水がなかった分、軽かったね、最後。引っ張るのすごい。全部抜けてなかったけどね。二人死んでるけどね。うん、抜けてなかったけど。二、うん、人死んだけど。OK、ナイス。じゃあ次行きます。落とす。これでも一個のコイン、これコインを落とすしかないよね。落ちて、取れんかった。もったいない、命が。もったいない。これさ、普通に落ちたらダメやわ。うまい。で、なにこれ。うまく落とすしかないよな。こんなん一番苦手やん。一回奥に行った方がいいんじゃない。危ない。僕こうこのままそのまま落ちるから。軽さは軽い。あ、軽い。うん。ああ、多分でもあれよね、空いてる方から落とさんと、それじゃ絶対落ちへん、ね、もちろんそうだよ。うん、どうしたらそっちから行けますか。え、復活させていいか、寂しいね。同じことしてたぞ今。これさ、はい、これでも絶対一人コインで死なんと思う。そうね、最後にはね。あ、そうね、最後でいい。最後のギリギリじゃないとクリアになっちゃうから。うん、これ引っ張るやつめちゃめちゃ近くよ。うまっ。で、くるんってで、お、すごい。なるほどね。あ、いい、あ、ごめん、血が邪魔したかも。なるほどね。で、ここでもう乗ってくね、俺、乗ってくね。中。乗ってくね。うん、中。いけるそれ。軽っ、俺。あ、押した、はいはい、ちょっと待って。はい、来た。怖い。え、嘘だ、これでコイン。コインが引っかかってんな。コインが邪魔してる。オッケーオッケー、いいよ、それで。コイン先取らなかのか。え、コインが、一人やるときどうすんのこれ、じゃあ。一人やるときどうやって取るのか。え、一人じゃ無理でしょ。ベイツさん捕まるのうまいんやけど。ベイツさん、スマブラでもなかなか落ちないタイプ。私がさ、コイン取ればいいんじゃないの、さっきの感じで。そう滑ってて、とあとベリタさんはそれ離して、左側パンチいきますよ、左。オッケー、うん、いける、これ取れる、これいける、いける、パンチして。おっ、ちょっと全員落ちてるけど、いいの、うまい。
うまい。今パンチ入れたよな、リンさん。すげえぞ今の。しかもいいんや、あれ全身出ても、うんうん、落とす、落ちたらよかったね。そう判定してくれるのはありがたいけど、赤い棒ルオ、赤いエリア、あ、ここに目が、はい、これなんか、おおおお、え、どうやって上行くんこれ。もうマウスしかないね、マウス行きます。え、マウス、マウスで書いてて、あ、そういうこと。いや、わからん、あの、コインの取り方はわからん。人が行かんとなれへんよね、人行けたりする、うん、こっちでも青いとこ書かれへんねんな。そう、書くのも人も罰になってるね。 え、じゃあ赤が普通に落ちるだけじゃない、そのまま向こう。そうやね、なんか失敗してないそれ。失敗してるね。あそこに穴あったよね、左下に。なんじゃこれ。あ、これだって、だって、だって人上行ける、貫通できんよな。さすがに。どっかに隠し通路あるか。隠し通路、うん、え、落ちるだけよな、絶対。赤いボールを赤いエリアに入れる。入れろ。いや、この文字がさ、なんか動いてるの、なんかヒントじゃないこれ。なんかこれエヴァっぽい。エヴァっぽいけど、このなんかなんでもないか。え、あ、だからマウスでこれをパンチすることはできるわ、こっちに。ポンと。あ、じゃあそれで、うん、あれだ、赤いボールがこっちに来るように書けばいいのか、うん、そうね、あの穴閉じた後に。ただあのコインはどうするか。うん、これでこ、ベンダさんがデータさん、あ、書いてるやん。コイン取るの難しいですねって。そう、コインがね、これって多分ボールはこっちに来れるけど、あ、でもボール止まる段は三角で作らな、三角で作らな、止まる、転がるようにしなあかんな、多分、多分こんな、こんなやつ作らなあかんね。でも下に来たら、下に来たら、あ、でもさっきの、あ、そうか、かけないからダメなんか。そう、あ、なるほどね。一旦ちょっとやり直していい？はい。で、一旦ここで書きますと、あ、じゃあちょっとこんな、うん、あー、もうこれちょっと待って。これマウス買ってくるわ。あ、マウス悪いんかどうかわからん、これ OK。 いいじゃん。行ける、向こうまで飛ばせるそれ。重そう、重いな。行け。やり直し、せーので3人で叩きますか。ちょっと私は書いていい。あ、書いて書いて書いて、もう書いて。あ、ここはダメ、うん、あ、これダメない。もうちょっと見んやん、これでよくない。優しい感じね。書いてダメだ、ダメ。いけるかもしれん、いけるかもしれん、いけるかもしれん、いける、え、いける、いけ、いけんな、いける、いけんな、いける、これ頑張って登ってくれる。いや、あ、そういう風になるのね。もう一回かけましょう、やっぱお願いします、もう一回お願いします。こうなって、あ、それと、一回赤くなった、これぐらい、あ、じゃあ無理だって、同じことしちゃった。こっちが長くなったらダメやって。え、でも、え、でもさ、え、書いて書いて書いて、加減がわからん、加減が。そりゃあかんのちゃん、このぐらいの、あ、そうでいいわ、そうでいい、はい、これ重そうなんよ、重そうね。せーの、はい、せーの、はい、はい、はい、あ、いい、じゃあちょっとボールお願いします、リンさん、ボールお願いします。ボール重っ。これコインで落ちる。嘘でしょ、ボール重っ。嘘、マウスにさ、あ、マウスでコイン触れるかやってみて一回。なんか前触れた気してんけど触れんか。あ、てかそもそもそこダメなんや、ごめん。
ダメや、どうすんのこれ、ボールボール重っ、ボール重っ、いけるこれ、もうやって、うん、ちょっと コイン考えて、じゃあコイン、え、赤いエリアに入れた後にすぐ終わっちゃうと思う、ゲームは。そうなんです。え、でも人も入れんから無理じゃない、それ。ボール取れるんだっけ。コインが無理やない、ボールはいけそうやね、これで。あね、どっちみちダメや、これめっちゃむずい。凡人だと難しい。あ、そうかも。 あ、そういうことな。凡人じゃない能力確かに見てねえもん。あ、ちょっとごめん、重すぎた。せーの、凡人じゃ、おー、すげえ、せーのの力か。あ、いいね、いけるこれ、いけそうだけど、凡人じゃコインは取れないと、うん、お、動かしてる、いいよ、お願いします。わかるよ、いけ、いいね、追いついてない、あ、ダメか。ちょっと凡人じゃなくなる手段探してくる、別のステージ行って。うん、凡人じゃない方法、キャラを変えてリトライって書いてある、なるほどね。なんかそのアルファとかを先行くと出るのかどうかも知らんけど、うん、行ってみる。うん、アルファって5しかなかったんやったら、なんでやろあれ。いきます。あっちにもボールを入れます。人間じゃないのか、相手先に助けてからクリアしよう、つまりキャラでフレーに行くと得。ん、どういうこと、わかんない、人間じゃないの。あ、つまりここで新しいキャラで取れそうやね。手番じゃないか、とりあえず扉に接触してみよう。うん、あれ誰、上に行けばいい。うん、あ、惜しい、もう一回お願いします。惜しい、うまい。あれ、カギがいる、カギ、あ、開けてくれた。ええリンさんがそのキャラになるやん。あ、何こいつ、かわいいんやけど。ヌスッと、ヌスッとみたいな感じやな。これ同時に入れますね。じゃあ同時に入れてみましょう。これ右に。すごい。せーのでパンチしますよ。せー、いきます。せーの。あれ、ちょっとラグあった。あ、じゃあリッツさんが321言ってください。はい、321の1で、はい、わかりました。はい、お願いします、リッツさん。321どうなん、ごめん、どうなん、ごめん、俺が遅かったの、俺が遅かったの。え、上 F だ。はい、3、2、いくよ。あ、っていうかごめん、こっちかけ、こっちはかけるやん、そういえば。なんなん、え、そんな高く書くの。多分赤いところにないとあかんやろ。そこにの、ん、乗る、そこに。わからん、乗らんかもしれん、ごめん。まあ、乗せてみるか。うん。と、跳ね返りそうだね。じゃあ。書き順めっちゃ間違えたって。あ、でもちゃんと途中で止まっても継続できるね、そっち。いいね。こんな感じでさ、いいよ、いいよ、持っていったらいいんじゃない。いいよ、それ。めっちゃ下手だったけど、うん、登って、ここが登れるかな。ごめん、ここダメやん。引っ掛け、持ってけないわ、持ってけない。でもパンチすればいくんじゃない、パンチすればいける。うん、能力を最大限に。私めっちゃ間違えてる。ここを滑らかにしよう。
そう、やり直そう。うん、オッケー、やり直すか。してから。落ちるかな、これ。大丈夫か。大丈夫、大丈夫。なんで一回赤くなってもさ、継続できるんか、また教えてください。わかんない。あ。そうやん。オッケー。オッケー。お、ナイス、リッツさん。ここでも、ベリタさん持っててもらいながら、かけますか？いけますか？もうちょっと下かな、うん、もうちょっと下かな。お。うわ、これやりすぎ、高いかな。高いな。これ高かった？じゃあ、ちょっと、そこで止めれば大丈夫や。あ、そういうことか。で、こう、で、これで乗せてもらうしかない。オッケー。ちょ、倒れる。どこなんだ？あ、行ってる、行ってる。お願いします。高すぎたかも。いや、大丈夫、大丈夫、いける。下を低くすればいいだけやで。あ、綺麗ね。綺麗です、それ。いや、いいっすね。それ、いいっす。絶対いけます。おぉ。OK。あ、これあかん、私がさっき入ってダメだ。出れんくなっちゃう。投げるのスムーズや。惜しい。いいんじゃない、来たんじゃない。OK。すげえ。これ固定できてるかな。うん、止まっとけるんだ。あ、もう大丈夫やと思う、それで。オッケー。これでいける？いける。オッケー、オッケー、オッケー。で、こっちの建築物をちょっと取りました。うまい。先に鍵取ってかな。鍵取って。OK、見て。いいよ。オッケー、オッケー、オッケー。すごいね。これぐらいで。リッサンが自分がいた。私が邪魔。これむ、あ、いけるいける。まだ大丈夫や。大丈夫です、大丈夫。めっちゃ急、これいける。これいけるかな。いける。パンチやったらいける。いけるかな。私が邪魔だった。いけ。またなんかちょっと、またネズミ会社あるな、ちょっとだけ。そうなんよな。そうなんよな。そこがまずむずいやん。うわ、ネズミ会社が。あ、上行けるかな。ちょっとどいて、そこ。ごめん、どこはどこは、はい。どこは。あ、ごめん。あれ、こう追加でかけないとか、そんなことある？ないよ。ね、うん、ここにこれを書いて、はいはい、で、ここは受けるやん。はい、んで、ブリンタさん、上上げて、ブリンタさん。オッケー。で、私はここまで来たボールを取ればいいね。取る気や。あ、でも無理か。私がここにおったら邪魔なんだっけ。いや、大丈夫。取ってみ、一回取ってみ。こんな速い球取れる？分からん。線で取る。ネズミ返し。ネズミ返しって名前になってる。ネズミ返しがめっちゃ邪魔じゃない？頑張ってね、リタさん。ここに線引いたらどうなるの？パンチしてあげて、パンチしてあげて。ちょっと待って、ちょっと待って。パンチしてあげる？してあげる？パンチしてあげて。メリタさん頑張って。お、オッケーオッケー。オッケー。おお、取った。取れたけど。ネズミ返しが。あ、ナイス。いけるか。惜しい。外しちゃった。待って。でもさ、これ無理じゃない？私が出れんくない？いける。あ、ちょっと、やったわ、これ。終わった。
まだ諦めない、まだ諦めない。今度俺が行くわ。好きなお家でのマジ。ちょっとベータさんじゃあ僕上行かしてもらって、パンチしてもらって。行けるかな。そっからが。どうやってネズミ返し越えてったのリッツさん。本当に。です。あげんの大変じゃん。どうぞ。わあ、ごめん。ナイス。じゃあ、なんでこの作業。ああ、か。ちょっと待って。ベータさん一回さ、僕ここにこれ角でここに乗るかな。ちょっとこの書いてる途中のやつに乗れます、うん、乗るんですか。ちょっとやってみてくださいよ。あの、玉が。やば、私めっちゃやってるわ。いるやん、リッツさん、ちゃんと右下に。あり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 、全然あり、全然あり、全然あり。あ、ちょ待って、ここ誰がこんなん書いたん。ちょ待って、いや、今のわからん、誰が書いたん。誰が書いたん、これ。ネズミ返し。手かけない、まっすぐ。ネズミ返しっぽいできちゃってんけど。いや、あれはちゃんといける。なんそう、ボールがね、こっちにプラスの返しやで、ベンやで、あれはベン。そうそう、ボールがね、そうそう、ボールが出ないように。そう、出ない、ベンです、あれは。大丈夫です。そうそう、出ないようにしたかったんよね。あ、ちゃんとなってます。あれが左くるとネズミ返しになるんで。いけ。あ、すげえ強引に。オッケー、オッケー。どうやってやった今の。すごいな今のリッツさん。ね、ここで止まってくれないかもね。まあ、最後に行けばいいか、ここは。ボールは落ちひんよな。ちょっと落ちひん、落ちひん。オッケー、オッケー、オッケー。落ちないからこれは最後に行けばいい。あ、じゃあ鍵いきます。なだらかな方が登りやすいや。大きめに、大きめにこっちかな。行ったね。行ったね。こう。うん、そうね、そうね。で、完璧じゃないこれ。完璧ですね。こういった。これ完璧ですね。こういった。はいはい、完璧です。あぶね、ごめん、踏んだ。ごめん、踏んだことによって途中消えたけど1個。ごめん。あ、いけるよ。いける、絶対いける、これは。あ、いける、すごい。うまい、うまい、あ、じゃあ私こっち行った。俺こっち、はい。あー、やった。簡単やん、簡単やん、できちゃったら。あ、新しい私来た、来た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 、こんなリアルやったやん。遠くに投げる、なんのよ。あ、いけるんじゃ、遠くに投げるってことは。コイン、さっきのコイン。さっきの。いっぺんこれになって。誰を投げるって。今の人かなり役に立ってくれそうだ。つまりあの人の能力でクリアできる球がある。早速操作するに、これやっぱベリタスさんやね、投げが得意やし好きそうなんで、はい、うん、ベリタスさん、うん、ロングスロー、ベリタスさんはロングスローになります。ベリタスさん能力が掛け算になっていいことになりそうですから。あ、でも2人なれる、かわいいやん。え、別に俺らもなれるね、これ。あ、じゃあ、じゃあみんななればいい。みんななればいい。なんや。これからも交代できますと。他の能力でなんか試してみようということですね。決まったら他の人間能力、あ、なるほどね。準備ができたら戻ろう。はい。でか。なるほどですわ。なるほどですわ。こそ人間能力。うん。いや、めちゃくちゃ知ってます。めちゃくちゃそこまで、ここまで、それでしか来てないですよね、僕ら。はい、はい、つまりあのペットボトルを落とすって、あのペットボトルになってる。ペットボトルが、あのね、円筒がいいよ、いいよ。え、どうやってして円筒、なんか、R じゃないんやけど、押しながら。あ、そうか、能力だから。ここじゃなくて。え、一回投げて。うん。ナイス。
パンチじゃなくて、ちょ一回か投げてみようかな、ベータさんを。何ボタン？ボタンは分かんない。能力ボタン。能力ボタンなんかな？能力ボタンじゃない？能力なんやで。え、じゃあいい？ほら、こうやって投げてるで人を、人を結構投げてる、投げれてるんじゃない？これ結構思ったより。ほら。じゃあ一回戻りますね。あの、野球ボール出します。ここじゃないよね。ん？そうだよね。だよね。ん？野球ボール出すよ。リトライして。うん。はい。やってみる？やってみて。私の能力ボタンが分かんない。はい。なんかこう持ってこうやって角度つけてこうですね。あの能力ボタンが確か U か Q じゃなかった。U か Q ね。うん。さ、一つ掴める？いや。あれ、何やったっけ？え、いい？あ、掴めた。それ。いいか、ごめん。え？で、それで、方向を決めて、もう一回押す感じですね。あ、そう。こういうことね。あ、はい、OK。あ、理解した。方向決めて、こっちの方向決めるのが難しいんやって、なんかこれ。あ、いいね。惜しいね。あ、じゃあベリタさんのお手本見ますか。そうですね。先にこれ取ってきます。はい。はい、ありがとうございます。ベリタさんのお手本見るか。ここ、あ、垂直でいく感じです。あ、いいね。なんか落ちてったけど。落ちてった。自分も落ちてたよ、勢いが。面白い。じゃあもう一回じゃあ、多分この角度で、あ、もっと低め、めっちゃ低くていいかもしれない。え、これさ、ボール、まあ、ボール欲しいもっとちょうだいよ、毎回に欲しいよ。1個って。OK。いける。下の方がいい。もうなんか垂直ぐらいでいいんかもしれない。うん。あ、今の間やな。次ベリタスさんか。ね、回れました、ちょうだい、本当に。でもベリタスさん決めてくれるよ、これ。決めてくれるね。うん。見守ろうか。うん。お、うまっ。これほんとすごいね、ベータさんって、やっぱ。すごくない？ほんとに。すごくない？すごいって。なんでも、仕事でも野球でも、仲間になってた方がいい人やわ。本当に翔平ですか？うん。今の遠投でなんかできるか、はい、さっきの取れんかった左上のコインって。いや、無理やな。無理やな。だから1いきますね、これ。うん。お、あっち側いけるな、これ。おい、わっ。死ぬ、これ行ったら。え、待って、これさ、私いけてなくない？ あ、ごめん、画面見えてないってことかな。あ、来たちょっと入ってみます。あれ、いけるやん。いける、なんでいけるの。いけるやん。え、ノーダメ。いや、わかんないけど、あ、あかん。お疲れ様でした。なんかボール投げてたね、今2人。うん。え、で？で、ここで。え、なんて書いてるん、これ。ボールを赤い、これめっちゃ読みにくいんやけど。赤エリアで、今この画面の真ん中の上の方にまた台座を。あ、このボールをこの赤いエリアに持ってこいってこと？そうですね。だからやっぱり書かなあかんね、すぐにパッて。一回、え、ここに台座を書いとく？じゃあベータさん、ちょっと一回こっち来てもらって。さっき見たっていいんか？決めた。で、
ほんで固定できるよね。で、私を上に上げてもらう。あーなるほどね、スペースあったっけ。上に上げてもらうんか。なるほどね。あいいね。あ、ごめんなさい、もう一回上に来て引っ張って、これさ、うん、ボールは軽いから、軽い、そう、ボールめっちゃ軽いから、え、これ落ち、一瞬大丈夫だよ、火いける、うん、ちょっ、あ、ちょっとちょっと、あ、燃えたままや、引火してるやん、メリタさんに今のうちや、あ、ちょっと、メリタさん来てメリタさん引火するや、これなるほどね。え、これでも下の棒があったから固定されてたんかな。これでじっと追ってくれる。まあでも別に、あ、そっか、あ、ほんでいいよ、あ、いい、あ、あ、大丈夫、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、おお、すげえ、ジャンプ力、ジャンプ力すげえ。で、あ、でも棒手だけにやるよりもそっち書いてもらおうかな、うん、あ、書けるかな、私書きながら、じゃあ取ってきて、その間に、あ、でもそんなことせんでいいよ、うん、あ、なんか変なんだった、あいばいで、あ、大丈夫か、書くよ、あ、書く、書くね、うん、書いて、書き終わった後に、あー、しまった、あ、いいんじゃない低い、絶対低いと思う、あ、大丈夫や、ちょっと低い、ちょっと低い、うん、あー、しまった、次の画面に書いてる、はい、行くよ、オッケーオッケーオッケー、で、コイン、コイン、okay. コイン取らんの、先にコインって、で、これ、引っ張れる、あ、けた、で、倒れるよな、うん、で、けた、一回こっちに、で、あれ台座、ケツで、台座がケツでだ、もう行きますね、僕、ここ、行ってらっしゃい、はい、行け、あ、ちゃ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 、帰ってこれるかな、帰ってこれるけど、も消せませんでした、燃えてる、オッケーオッケー、燃えてる燃えてる、あとはそこを、あ、いけたいけた、簡単やん引っ張り方うまいんやけど今の簡単だった、鍵ありますね、赤いボールを左の壁に触れさせろ、うん、左の壁に触れさせろ、穴あるね、そこ、え、え、え、何ここ、ここ何、ここ何、ここ何、これ何、これ何、これ、どこまで行ったら向こうに行けるの、フォローしてるんか、これメリタさん、これどうしたらいいどこまで行けばいい、そのままパッてどけばなんか落ちそうじゃない、ちゃんとその棒がなんて、もう二人がどけばさってなんか起きそう、落ちそうじゃない、あ、引っかかるか、この上に、あっ実はあれ取れるかな、先に、あ、コイン、うん、あ、すげえ飛ぶ、なんであんなとこ入れた今そんなことあるそんなことある逆にすごいぞ今のは、よ、表してる、だってさ、この棒さん下に、あ、うまい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 、やばい、やばい、お、うまっ、うますぎるでしょ、今の鍵すぎんかい、今のすごい、どんな力、お、鍵、あ、鍵、なるほど、ボタンをさ、あ、ここボタンじゃない、これ、はいはいはい、お願いします、リッツさん、パンチを、上パンチを、あ、これ私じゃなくてボールか、あ、わからん、私でもいいか、火ついてるね、うん、私のがいいな、ダメ、めっちゃ下手っぽい、いけた、なんだ、人でいいのか、あ、触れさせろやから鍵のとこは、そこで一回鍵を通ってこなかった、あ、なるほどね、これで、はい、超えるな、で、
こっち来なあかんかもしれん。鍵何になるんやったっけな、はい、おし、ごめん。ちょ、はい、うん、あれ、でも左の壁って書いてない。あ、左、右じゃない。ごめん、左なんや。左って書いてたよね。いける。あ、ごめん、あぶねー。怖、めっちゃ怖かった今。さよなら。あ、ちょー、めっちゃボール飛ぶやん。どこ行った。オッケー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 。ああ、よかった。4から始まるのもよくわからんけど、この鍵は何なんやろな、何になるんやろな。シリンダーを地面に触れさせろ。シリンダー、え、これ下ろせって。で、コインと、はいはい、コインと。え、え、簡単やった。鍵取ってない。あれ、え、鍵だけ取りに行こう。じゃあもう一回やる。うん、もう一回。うん、え、でも何今の簡単すぎるの。え、あの鍵取る意味は分かんない。鍵がコインみたいな感じになってる。どっかで使うかもしれん。お金さん、もしナイス。あれ、あ、鍵を、あ、そっちにつけるんや。うん、あ、そういうことね、うん、あ、なんだ、え、あれ、爆弾、物騒なものがある。え、ここでなんかつく。ついた、ついた。あ、え、あ、生きてた。あ、ここ開けるんや。何これ、どういうこと。え、どういうこと。裏、裏ゴールあるんかな。え、なんだろう。なんかシリンダーえ、でもこれやクリアしたもん。したんやな。だから本当じゃないやり方でクリアしたんかな。え、でもあれ誰でも考えるくない。あそこにコインあったもん。そうやね、確かにコインあったもんね。もう一回爆弾ちゃんと当ててみますか。やってみますか。はい、爆弾を一番右で綺麗に当てる感じ。え、でも道出てた。うますぎん。うまい。乗ってるんやけど。あ、でもすぐ爆発しちゃったな。一人火だるまになって降りてこようか。こっちの方が早いかな。ああ、なるほどね。そうしといて、うんうん、オッケーオッケー。あ、ベイダーさん、ベイダーさんも燃えてる。ベイダーさん燃えてる。あ、壊れた。すげえ。待って、二人死んだらさ、これさ、やった。でも、あ、ごめん、でもなんか手に入れたよ、もう今。紫色。手に入れた？うん。すごい。リツさんお願いします、あとは。あ、あれ？どうやって一人でシリンダー？これ一人でシリンダー無理じゃん。でもソロの人もこれやってるってこと。一回パンチしてみたら。無理じゃないこれ。いや、コインは取ったから、なんかシリンダーだけ叩けばいいんじゃない？え、ジャンプ、ジャンプパンチ。もうちょっと外側から叩くとか。この辺とか。うんうんうん。え、ジャンプしてる。あ、こっちから点が。うん。左側叩く。あ、いいんじゃない、もうちょっと強く叩くと。戻ってこようか、もう一回みんな。フェルトさんにすごいインカ率がすごすぎて、このゲーム。だったら、あれ、二人や、え、アンチができん。できん？むずすぎ。うん。じゃあ戻ってくるね。で、インカしたら、ベリタスさんは逃げると。うんうんうん。うん、まず爆弾を。ここで撃った方が安心や、はい。安全なとこに、安全なとこにいてください。うん。で、ベリタスさんもすぐ左側にもう逃げ。
オッケーオッケー、しつくんや、そんな何回もすれば。あ、いいよいいよいいよ、いいね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 。オッケーで、でも取れてるの、もういいの。うん、オッケーです。行かなくていいの。はい、オッケーです。あ、最後クリアしたの。よくわからんけど取れてた。いいかも。オッケー。オッケーオッケーオッケー。1個ずつ入れ る。あ、いや、これめちゃめちゃ簡単じゃない。あかん、入った俺が。え、出られへん。うん、あ、で、あ、出れた。でもなんか、いや、そんな簡単で、ひっついてるなこれ。うん、あ、あ、なるほど、こう引っ張ればいいんや。あ、なるほどね。うん、だからダサ。真ん中も持った方がいいかもね、ベリタスさんが。うん、で、端っこ私、端っこ私持って引っ張って。これ3人じゃなかったらどうすんのこれね、このゲーム。いける、ベリタスさん。いけそういけそう。飛べる？あ、いける。お、いいねいいね。絆が話したらいい。うん、き絆よね、これ完全に。ありがとうございます。ボールをこっちに持ってくる。いや、見えない。なんかあるな。ここ入れる？入れん。入れない。鍵も爪もいけない。あ、ごめん、あ、ごめんじゃない、俺が叩かれてる。あ、あ、これでも落ちてきたらいけない。そうやね、もう無理やん。無理やね、これ落ちてきたら。あ、そっか、引っ張ればいいんだ、一回右側に移動して。え、通るそれ。うん、通りそうやったよ。俺が引っかかってる、俺が引っかかってる、ごめん、俺が左が行かなあかんのや。はい、あれ引っかかってるな、引っかかってるな。一回、オッケーオッケーオッケー。水平にして、面白い。ん、引っかかってるね。いた。あ、落ちた落ちた落ちた。あ、通らんわ。通らないんや。あ、通った。二人も、二人で持ったら。あ、痛い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 。あ、じゃあこれ、これそのままさ、あっち。あ、何の力今の。これ、これじゃまずくない。あ、投げる力や。投げたらいける、そっち。うわ、すごい。投げるの早い。頑張れ。ベリタスさんどうやって戻ってくるの、あれ。でもベリタスさんどうやって戻ってくるんだ。もう一人行けばいいかな。もう一人、あ、でもダメか、もう一人行っても一人しか無理やもんな。あれ、終わり。あ、これ終わりだ。でも向こう側は全然わからんかった。そうだね、取ってないね。何が今の、なんなんやろ。あと右側の、もう一回いくよ。右側のやつをだから先に通らないといけないってことだよね。ここに入れないんですよ。ここに入れないし、ここで落としちゃったら。あ、でもこれさ、うん、え、無理な。無理やな。なんか他の能力、そうっぽいね。もっと引き出すのが長くなる。そういうことかもしれない。引っ張るのが。うん。じゃあクリアしたからもういいっすか。はい。難しくなった。はい。ここに入れろ。ボールを。
その木って動くの持ってますわ。下の土台いっぺんパンチしてみて。下にさコインが、はい、何も動かんのや。あ、動いてる。若干動いてるよね。これ動かすか。降りた方がいいね。降りるね、一回。はい。あれ動いてる？すっごいちょっとずつ動く。重っ。重いっすね。ここでいいんかな。すごい時間かかるけど。多分いいと思う。パンチ力の能力とかあるかもしれんけどね、誰かに。OK。OK。じゃあ台座を。かけるよね、うん、もうちょっと、もうちょっと端っこ、僕もあっち行った方がいい。なだらかな方が、あっち回ったまるか。なだらかな方が、多分かけやすいよ。はい、かけます。はい。あ、ごめんごめん、もう一回書いて。あれごめん、乗っちゃったのよ、今ジャンプしたら。あれ、かけてない。うん、そういうこと。あれ、かけてたのにね、さっきベルタスあれは。どうしよう。もう一回かけて。ベルタスさんが押してくれた。ナイス、ベルタス。今のちっちゃいゴミの取り方なんだ。すごかったんですけど。これですか。はい。OK です。OK、OK、OK。よし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 。あれ若干ずれてる。はい、 OK、 OK、 出てるわ、めっちゃ出てるわ。4いきますか。はい、はい、はい。人が入ってるこれを地面に落としてみてください。黄色いものは何かが触れると溶け出す。黄色いもの何？え？これ地面に落として。あ。せーのって感じかな、これ。どういうことやろ。もういけそうだけど。2体目くらい。これでよかった。多分2発目のパンチがなんかいろんな振動がありました。どうなったこれ。アルファに行った。おー、どういう順番でいきますか。戻りますね。あ、これまだ開いてないって。能力が欲しいな。マッチある。トモス。ああ、トモスか。危ないなこれ。これは危ない。引火するからね。これ危ないな。ああ、通れんなこれ。あそこ、うん、なんなんやろこれ。これ、ま、マッチ棒しか通せないんじゃん。え、コインどうやって取る。マッチ棒、あ、コインか。まあ、マッチしか通せんのやったら、まあ一遍適当に書いてみますけど。お。おお。うん。うん。棒でも持ってるの？これ。棒だもん。倒してみる？うん。私燃えそうじゃない？あ、やったの。やったの。中入っちゃった。ありがとうございます。でもベリタさん出るかな？あっ、さあ危ないよ。危ないよ。危ないな。これ危ないな。一回入ろうか、中。一回中入ろうか。引火しても、引火しても。
一回中入る、 OK。 あっつ。危ない。あ、リッツさんの頭が燃えてる。いける、これ、こっち側も書けばよかった、もしかして。待って、そんなことできるんだ。できたね、先入観ね、あっち書けないっていう。そう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 、書けるわ、全然書けるわ。でもこのコインどうやって取るやろう。でもここ入れん、入れはしなかった。こっち入れたな、向こう側行けたな、さ、泣くよね。ほらなぁ。え、無理です。あ、しか入れんかったの。もう一回やるよ。入れんよ、これやってみるか。いや、さっき私もやってた。入れんのは分かった。うん、うんうんうん。書きましょうか。はい。ん？あ、あ、書けなくなってる。そう、赤くなった後、強引に白に戻せばいけるってことがさっき分かったよ。強引に白に戻す。うん。え、あ、なんか やってないこれ。いける？やってないこれ。いけるかな。あ、いけん、いけんわ。上、いけんな。横ネズミ返しがあります。ネズミ返しが結構。一回左全員行ってからにしましょう。右ね。あ、右ね。俺右と左間違える人気持ちがわからなかったけど、俺やん。俺やな、うん、俺やん。さっきから何回も間違えてるしかも。いくない、いける。点置いとく、点置いとく、点置いとく、うん。あ、 OK、 OK。 いける、いける、いける、いける。避難場所いける、いける、いける。こっちとあっとうだから。あー、ごめん、ごめん。あ、でも押せるよこれは。もう一回やっていい、これ。あ、引っ張ってくるかな。ごめん。あ、すごい、うますぎん。これ今度出るゲームのやつやから、ブラッドとフレッドってやつの今の原理。何それ。なんかで2人用のやつ出るんですよ、また今みたいに繋がってるやつ。それの、ま、前練習しました今。はい、怖い。こっち行ってこうかな。倒れてこない。はっ、どこに行けばいいの。 OK、 OK、 OK。 あ、危ない、大丈夫。お、大丈夫なの今の。大丈夫なの今の。大丈夫だ。お、すごくない。コインが全然取れん。今のうますぎた。タイピング中、タイピング中。あ、人のマークあるよ、人のマークあるよ。あ、そうやな、新しい能力か。なるほどな。じゃあ次どこ行く。能力取ってくる、リッツさん。どこでも OK。なんかここに能力っぽいのがあったんで。どういうの。シリンダーか。出た、シリンダー。え、中入ったんか。うん。あ、鍵使った。鍵どっかにストックされてるんかもね。これいけそうじゃないかな。うん、書くよ。544だ。うわー、なんか新しいキャラあるな。あそこまで行くの。いや、そうよな。ダビアはあそこまで行くの。なんかでもこのボタン押せば行けるんかな、上のボタン。うん、だってでも上に行くのと、上にベリタスさんにリッツさんをボヨヨンの左側の光ってるところに投げてもらったら跳ね返ったり。そんな理想があるわけないか。あー、やってみる。
ちょっとかけるスペースありますんで、ここに。あ、これを投げればいいんや、ボヨ4に。あー、なるほどね。どうやって投げるの。あ、さっきのベイサーさんと同じか。ボールかけました、ボール、はい。でかい？ボールでかい？すごいすごいすごい、それやわ、本当に。あれ？リッツさんどこにいるの？あ、私、右側だと。あ、もうちょっとちっちゃくしよう。おいで、おいで、おいで。リッツさん、生きてるやろ？うん、私、でもなんか、左押してんねんけど、半減、半減。一回、ベリタさん右行ってあげた。はい。ここにいた。すいませんでした。投げる練習やよね。だから方向を決めた後にもう一回 R で合ってるんかなっていうのをベリタスさんに習いたいよね。お、うまい。うま。多分合ってると思うんだけど、うん。はい、合ってますって。だからこうやってなってこのここで十字キーで合わせてもう一回。うん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 。待って、跳ね返ってきたな今。惜しいな。丸い球じゃないとダメってことやわ。だから綺麗な、あー綺麗、それそれそれ、ちょっとでかいな、でも球でかいな、重そうやん。点だけでいいんじゃない？点、あ、点、あ、それそれそれ、すごい喜んでるやん、ベリタスさん。ハートでハートで喜んでる。惜しいな。球いくらでも、あ、てか弾いくらでも作れたんかな、さっきのとこも。お、いいね。さっきのとこは作れんかったよな、絶対な。あ、ゴミ残ってる、ゴミ残ってる。ゴミ残ってる、面白い。ゴミ残ってるの、なくなるわけじゃないんだ。はい、なんだこいつは。え、ボヨヨン、かわいい、かわいいな、こいつな。ジャンプ力ありそうやな、ジャンプ力が。え、もしかしてこのボヨヨン投げてまあそんな風になる。今のあれでいいんじゃない、うん、ジャン、あの球で。全部ベリタ。うまいうまい。あ、取れんかった。でも人が行かなあかんのか、やっぱ。うまい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 。ジャンパー、2回ジャンパーできる。2回ジャンプか。これ完全リッツさんですよね、これは。え、そうなんですか。はい。2回ジャンプ。あ、行ってみる、リッツさん、それちょっとやってみる、うん。あ、タラ選択ってどうやつ、あ、これジャンパ。もうベリタスさんは出て投げる人。まあ投げる人です、何が出ても。絶対投げる人。持ってくるよ。ジャンパーならいけるんかな、そこ。2回ジャンプ、そこ。おお。おお。いけるわ。おおおおお。いけるわ。オーケー。オーケー。結構ジャンプ。できるね、いいね、いいね、出たら、いいね。赤いボールを赤いエリアに出る。ジャンパーやね、まずあのコインは、まずは。おお、ここおお、これさ、上行けたり簡単そうよね。だからここをちょっとジャンプしてみたら。待って、あ、書いてる？ごめん、書いていいよ。書いてない、書いてない。あ、書いてない。なんで？惜しい。オッケー、ごめん。あは。落ちたって。オッケー、オッケー、大丈夫、大丈夫。じゃ、もうこう一。で、これさ、左の方行っといてもらって、うん、これだ。あ、よい、そんでいいやん、そんでいいやん。こっち行けて、うん、
で、こっちかな。そういうこと、そういうことね。そういうことよ。こうの、こうの、こう。そういうことよ、そういうことよ。で、ここで持ってきてくれればいいんだよ。いけるこれ。はい。あ、そうだね、そうだね。はい、あ、ちょっと、ベルタさんがいます。ベルタさんがいます。なるほど。はい、ベルタさん。ちゃんとベルタさんがいるんです、そういう時は。空気読めるわ、すごいわ。ナイス。うん、協力した感じがしていいね。いいね。奥まで差し込みます。コイン届か。はい。OK。やっぱさっきのマッチと同じ原理ですよね、これ多分。書けばいいの。うん。間違えた気がする。大丈夫大丈夫大丈夫。倒れる。あら、なるほど。もうちょっとちゃんと書こうか。はい。うんうん。あ、ちょっと投げすぎたかな。消えた。さっきも消えてたよね。どこまで上がってるの？なくなってるな。先コイン取りますか。さっきの感じでいけるんだ。あ、そうです、俺が消えたわ。やり直しますか。俺が消えたわ。消えるもんなんですね、これ結構ね。飛んでたらあかんねや、はい、これやっぱリンさん二段ジャンプあるからお願いします。いやでもさっきさ、あれ、はい、これさいけるのか。一回パンチ、こっちはいけんよ。パンチ、軽いパンチでも二段ジャンプで調整が効くかなと思う。あ、ごめん、そうさ。オッケー、オッケー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 。はい、オッケー、オッケーオッケーオッケー。なんで右側に歩くときだけ左側行くんだろうな。オッケー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 。あれ、リンさんがもうちょっとだけ右行けば。オッケー、右、あ、オッケーオッケー。どこに差し込むのか。いや、左のところで合ってると思うよ。こんな微調整なんやな。だから、一人が、え、左のところのあれ越えなあかん。ここに、ここ、そう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 。あー、ここにちょっとだけ乗ってるとちょっとだけ角度つくんで、その時にベリタスがパンチしてもらうという。ついてる？ついてないな、もうちょっと。あ、ついたついた。今じゃない？あ、ついな。あ、来た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 。すごいすごいすごい。すげえ。あ、そこに入るんだ。私その上かと思った。あ、上か。ここね。うん。赤いボールを赤いエリアに入れる。緑色は通れんのやったっけ、でも。通れない。あー。別のとこ行く？うん。こんなとこ通るだけの技術だよ。能力あるんかな。ちゃんと足をそうやってするやな、エモ、ね、リンさんのキャラは。触ってかな。行きますよ。
はい。なんかどこもちょっと忘れちゃったの、どっか、うん、あ、緑屋、あ、意見、緑屋意見って書いてある、最初から、あ、最初からじゃない、ここの場合はけど、どうしようもない、うん、感じ、わからん、なんか本当はこれいけるんかな、あ、押すだけで、あ、コイン、それで落とせんの、うん、うん、なんかマウスだけでいけるんかもしれんな、倒せる、もしかして、うん、ちょっとグラってなったよね、うん、ちょっとやってみて、ね、やってみて、あ、もう一回やるか、うん、なんか、あ、逆やった、思ったのと、あ、全然ダメだ、聞こえてる、うん、あー、なるほど、来た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 けど全然通れんけどね、あ、そっか、それでいけるんや、コインが取れんがな、じゃあ今までの緑色のところも行けたんかな、かな、あ、いいね、いいね、で、これ、あ、ちょっと待って、あれ、ぐしゃぐしゃなって今マウスが、あ、やばい、終わってます。終わる。いいね、慣れた。リッツさんうまい。で、これをする前に、これを、かなかんね。お、何、どうした？え？やっぱおかしい、俺マウス。めっちゃボイスが暴走したね。ごめん。惜しい。惜しい、ごめん。ちょっと待って。はい、どうぞ。リッツさんやって。上手くなってない、それ。上手くなって。で、そっちもなんか作って、それ。なんかマウス変や。リッツさんできる？マウス。え、今こうやって、こっちやってる。で、そっちやると転がってポン、大丈夫。Okay. うーん、わ、ちゃんと転がってくれるかな、これ。お、な、大丈夫だと思う、点々押せば、いける、転がしていい、いいよ、いいね、お、押してる、しかもいいね、戻って、どうすればいいの、どうすればいいの、これ戻る、戻る、戻る、オッケー、取りに行ったな、今、取った、いやー、すげーな、オッケーオッケーオッケー、来たねよかったすげー無事、斜め描けばいいんじゃない、普通の、そういうこと、はい、 OK 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 OK、簡単なのもたまにあるな。でよ。
全然重いんだこの式。重いでなおさらダメになってるんか。この瓶は倒せないよ。ん？この瓶は倒せないよね、横に。瓶？倒せん。入ってる瓶。まあ地道にやればいけるパターンだとさっきみたいに。お、いいね。いいね。なんか動いた今。なんか今瓶動いた。え、瓶。どうやって動かしてんのこれ？普通に歩いてるだけ。お。じゃあ、じゃあ、あ、でも。あ、出ちゃったね。コインが取れんかった。本当や、一人だけでも出たからね。コインの下まで行って、オッケーオッケー。で、コイン落とせば。はい、わかりました。乗れる。なんか落ちてきたやんけどこれ。取れんな。もう一回。あ、こっち側に一人いればいいんか。オッケー。オッケー。二段ジャンプ。オッケー。こうやってた。オッケーオッケー。なるほどね。持ってこい。え、これ。なんじゃこれ。コイン取ろう。うん。これが取ってるなんでくせんけど。あ、そっか。今まで上に天井があったからいなくなったらなかったんや。赤いボールを赤いエリアに。でも緑のところに行けないな。ああ。すげえ二段ジャンプ。お。おーい。おーい。やったね。乗るかなこれ。乗らんな。あったらばん。オッケー。来た。来た。うまい。ナイス。うまい。これどうすんの？これ三人用のステージなの？オッケー。めちゃめちゃ集中してた2時間も。トモスか。めっちゃボール燃えてる。え、トモスのは危ない。誰か死ぬな。もうこれ、うん、あ、行った。危ないよ。危ないね。危ないよ。危ないよ。あ、惜しい。今のベータさん、すげえ。次狙ってたわ。コイン取った足で灯しに行きますか。ベータさんに斜めパン、あ、ベータさんを斜めパンチしますか。私二段ジャンプじゃない。あ、そう、私二段。てか、か、てかかけるしな。うわ、すげえ。あはははは。取るな、取る。えらい、えらい。投げて。オッケー。うまい、うまい。リッツさんの僕に引火しそうでしたけど最後。死んでるけど。オッケーオッケーオッケー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。難しくなってきたな。難しくなってきました。